いわびっくりしたパニックフェイス、えー、<laughs> すげえ久しぶりなんだけど、えー、皆さんがびっくりしてしまったことを募集しておりますラジオネームトムとジュリーうんトムとジュリー数年前私はとある鉄道会社で車掌の仕事をしておりましたおお車掌さん その時仕事中に起きたびっくりしたことがあります。うん、その日は梅雨の真っ只中で朝から雨がしとしと降る日でした。うん、夕方に電車に乗り込み担当する路線の端から端まで行って、うん、最後に回送電車を車庫に入庫、うん、でいいのかな。入庫することになっていました。前任者から異常なく乗り継ぎ終点まで問題なく乗務し、うんうん 終点で進行方向を変えるため、うん、反対側の運転台に乗り込みました。うんうん、あれこれ発車の準備をして、車内アナウンスをしようとした時に、最初のわ、びっくりが、うん、田中さん何だと思う,うええー、分かんないよ。えっ、ー、と、目の前になんか鹿がいた。違うかね。<laughs> <laughs> 分かんないよ。<laughs> 私は右手にマイクを持ち、左手で手すりを握ってた、うんですが、うん、体に電気が通って、 ビリビリッとした感覚が思わずうわっ驚いて声を上げてしまったけれど左手を離すとビリビリがなくなった、うん、手すりねなくなったので、うん、そのまま電車を発車させました、はい、とりあえず次の終点まで行ったら、うん、あとは車庫にしまうだけなのでそのままにしてい、うん、ました、うん そして終点に着くときに、最後のアナウンスをするときに、もう一回ビリビリするか試して、うんうん、ビリビリしなかったら、報告しなくていいやと、うん、思い、うん、もう一度やってみたら、二回目のはびっくり。うん、なんと、ビ、うんうん、リビリ <laughs> と、立っていられないほどの強い電流が、私の体を駆け巡るのです。えー、怖いよ。 ああ。うん。これは困った。ちょっと待ってくれよ。<laughs> ちょっと安全第一でお願いしますよ。怖いじゃん、きに。これは困ったな、と思い。うん。前に乗ってる運転手に相談して、入庫した後に電車を調べてみることに。うん。翌日の昼。 私が仕事を終えて帰ろうとした時に上司に呼ばれて最後のはびっくりが。うん、なんと、うん、調べてみた結果、うん、運転台の機械が50ボルトほど漏電していたとの報告が。もうちょっと電圧が高かったりしたら死んじゃってたなと思うと、うん、ゾッとしました。その後電車の異常をいち早く見つけたということで職,な職場内で表彰され、 500円分の図書カードをいただきましたが、うん、私のことを殺しかけた会社に嫌気が差し、いやいやいや、殺しかけたってわけじゃないでしょ、ね。他の鉄道会社に転職しました。ええ、あ,あ、そうなの <laughs> 衝撃的な終わり方だね。一番びっくりしたよ、そこが。え でもさ、その、漏電だから、まあ、確かにその、ちゃんとメンテナンスのところでなんか失敗があったのか、見落としがあったのかかもしれないけど、よかったよね、ないね事故の。大きな事故になんなくて、あとお客さんだって、手すり使ってさ。車庫年だってだ、うん、だからまだ良かったけどさ、うん、そんなのさ、あり得るもんね。お客さんはありえないです。なんでだって、運転のところだから。いや、ま、そうだけど、<laughs> な、一歩間違えて、ね、お客さんが、 んかそのその時は運転台だったかもしれないけどさ違う違う違う運転台と手すりを両方持ったからですよだから電流が走ったんですよ機械の方ですからね導電してんのそっかそっかまあねお客さんどうやってどうなんですかじゃあ全員ですかそうだけどさんか電車の中でこれが電車だねえこれが電車だじ電気のいやいや怖いですよ本当にいやないでしょお客さん わかったんないよじゃないよないよ <laughs> ないよ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 ないとってね合皮よりないよ <laughs> ラジオネーム雷ドンまた天気便利って 太田さん、ウーチャカドーン、うん、ドドーン前回、家に雷が直撃した話を読んでいただいて、アメリカ在住12年目の、ああ雷ドーンああ,ああ、そっかそっか、あったね。今回は、雷が家に直撃した3ヶ月後に起きたわ、わびっくりした話をさせてください。うん、いつも通り、会社で仕事をしていると同僚が声をかけてきました。ヘイ、うん hey! 雷ドーン <laughs> <laughs> お前の集合住宅地がテレビに出てるぞ。うん、ここで最初のはびっくり。うん、私の集合住宅地にトルネードが直撃したそうです。ええ嘘トルネードってあの映画とかテレビとかで見たことがあるやつ <laughs>、はい、それは自分の家にねえ。怖いね。 急いで妻に電話すると、幸いにも我が家は無事でしたが、うん、停電になってるそうです。うん、<laughs> そんなんばっかや。妻は家の近所にトルネードが直撃したことは知らず、うん、ほんの5分ほど前に車でその道を通っていた。うんえー、そうで、あわや、車ごと吹き飛ばされるところでした。ほんだよね。ちなみにアメリカの集合住宅地というのは、小さいところで家が20軒ほど大きいところで何百軒と集まり、そこの、うんうんうん 住民専用のプールやテニスコートがあり出、うん、入り口も数カ所からしか入れないようになっています、うん、とりあえず仕事を終わらせ、うん、家路につき自分の集合住宅地に入ろうとすると、うん、警察官に免許証を確認され、うん、当分の間は車で入ることはできず、うん、出ることしかできないよと言われました なんでトルネードはもういなくなったのにそんなことしてるんだ嫌だなぁ。うん、怖いなぁ。新手の謎なぞなのかな <laughs> 何,何 <laughs> 私は謎なぞ苦手だなぁ。と思いつつ、集合住宅地に入ると中は、入ったの, <laughs> 入,ったの入れたの車を置いてったのか置いてったの 中はテレビ局の人や避難した人で溢れており、うん、夜なのにテレビ局のライトで集合住宅地の入り口付近はとても明るくなっていました。辺りを見渡すと、うん、そこで二度目のわ、びっくり。いつもある入り口付近の家の家の、あ家の屋根がない。よく見ると、道には家の残骸が散らばっており、 あ屋根や外壁がない家はもちろん家の土台だけ残して吹き飛ばされている家も何軒もありましたそうです,すごいなさっき警官が言っていたことは、うん、もうすでに避難して誰もいない家を狙う火事場泥棒を防ぐためだったのです幸いにも自分の家の周りは目立った被害はなかったのですが、うん、ほんの20メートル離れた、うん 家は飛ばされていたのでえ、20メートルで飛ばされてもすごいな。少しトルネードがずれていたら、いや本当よ我が家も飛ばされていたかもしれませんた<う>また今回のトルネードで、被害は車や家だけで死者は出なかったのは不幸中の幸いです。アメリカでも3ヶ月の間に雷とトルネードに遭うのはさすがに珍しいそうなんで、うん、自分には運があるのかも、うん、と思い。 うん、次の日早速宝くじを買いに行ったんですが、うん、見事にかすりもせず、うんうん、外れてしまいました <laughs> それはね関係ないと思うよもしこの話が読まれたのなら今度はゴルフボール台の表に見舞われた話を送ります <laughs> ち,ょ、まあ、ちょっと大丈夫どこなんだろうなアメリカって確かにねそういうトルネードとかもあるのにその間でもロシアの表すごかったよねあそうロシアの表 どん,などんなのが降ったのロシアのひえうええしゃべれ <laughs> あの向こうはやっぱラジオだから海水浴場海水浴場でひが降ったええロシアでテニスボール台テニスボール台ああそれはすごいね子供ねえ死んじゃって<あ>なくなったし、ねうん、それぐらい映像もあるよ、はあ、そう三鷹もすごかったけどねうん でもさ、それさ、20メートル先の家が吹っ飛んだったんでしょで、奥さんは気づかなかったんだ。すごいよね、それもね。<laughs> すごいよね。はぁ、あ、怖い。えー、角に連太郎。うん。<laughs> 太田さん、ハメス・ロドリゲスさん。ハメス・ロドリゲスさん、こんばんは。なんだっけ、ハメス・ロドリゲスって、はぁ、あ、サッカー選手あ,あ 採用されたら初採用、初投稿、初,登校初採用。うん、リスナー歴4年、19歳、東,東京在住。うん、大学に入学してからもう1年以上経つのに一人も友達ができず。なんだかんだあって760万円の借金を抱えること、ね。嘘 <laughs>、ね。すごいよ、お前これ。どうした角ン蓮太郎です。<う>760万は相当。ちょっと19歳でしょう 私が3ヶ月前に経験したはびっくりした出来事をお話します。うん、先日、大学の帰りに地下鉄に乗っていた夕方の時のことです。うん、釣り川に捕まりながら i p a アイポ o d で、うん、バナナマンのバナナムーンゴールドのポッドキャストを聞いていると、僕のすぐ近くで若い女性の噛んだかい叫び声が聞こえました。うん とゆるか、ゆるふわ女子大生が、車内で騒いでるのかなと思い、最初は気にも留めなかったんですが、どうやら、そのような雰囲気ではなく、イヤホンを耳から外した声の方に振り向くと、女子大生らしき人が、この人痴漢ですと叫びながら、大柄で灰色のシャツを着た男性を指さしてきました。 その光景をすぐ近くので目の当たりにした僕は、このあまり現実味のない出来事に、なぜか、AV の撮影かななんだと思う。思う,かう,うなと。思うと、冷静に、冷静 <laughs> じゃねえよ。思っていました。<laughs> その時点で冷静とは思えない。<laughs> <laughs> 近くの会社員らしき、角田信明にの男性が <laughs>、うん、うん、しかんと <laughs> んん、<laughs> <laughs> 思われる男性に、 <laughs> はい、次の駅で降りましょうねーと言いながら、後ろから羽交い締めにしてるの。まあそれ角田信明だに、ね、それ。<laughs> <laughs> 僕も何か貢献しなきゃ、うん、と思いました。うん、痴漢と思われる男性は羽交い締めにされながら、うん、俺は今から羽田に行くんだよ時間がないから話せ、うん、ともがいていました。うん、それを聞いた僕は単純に、うん この人は飛行機でどこに行くんだろうと <laughs> ずれてる、ね、ちょっとね。ちょっとずれてる、ね、単純に、疑問に思い、うん、無意識に、どこに行かれるの <laughs> <laughs> と、聞いてしまいました。<laughs> 聞いちゃったんだ。すぐに、やばいこれは殴られると思い、身構えました。わ <laughs>、びっくり、うん、な、な、ならだよ 奈良 <laughs>、うん、と羽交い締めにされて興奮しながらも、うん、痴漢と思われる男性は僕にちゃんと答えてくれました、うんうん、周りにいた羽交い締めにしてる人とはまた別の会社員の男性が「うん、奈良に空港ってありませんけど」。 すご <laughs> そっと行ったのと同時に地下鉄は駅に着き、うん、ちょうど降りる駅だった僕は駅員さんを呼びに行き、うん、その後痴漢と思われる男性がどうなったのかは知らないまま別の電車に乗り換えました、うんうん、長文だ文失礼いたしました、うん、熱くなってきましたのでお体気をつけてはい,いやーねーまあその痴漢って本当ね冤罪も方やあるからねねこの間も、ね、そうね 全然ね。ええ。見てとてもよ。うちの AD の。あ痴漢で間違われたことあるんです嘘彼。腰先。腰先。えあ間違えたことあるんだ違え疑い晴れたんです。奇跡的に。あ、ちゃんと晴れた。それすごいね。そこに、別の目撃者がいて、その人が後から証言してくれた。ええ、よかったね。でも、この人、痴漢ですって言って、そのまましょっぴかれて、警察まで行ったんですよ。ええ。 そんな、でもよかったらこのラジオのねコバちゃんの番組に来るキラキラに来る途中に捕まってとりあえずだから電話だけは遅れる電話しなきゃいけないけどでも警察はそれは何で遅れるか言うな言うなっていうのは共謀する可能性があるからね。 だ当然こっちはふざけんなお前理由は何だよ理由は言えませんってバカ野郎ってめえめてんのかお前それはなるけどね言えないんだそっかそれででも疑い晴れた晴れたのすごいねそしたらねその後、あの そういう目撃者いっぱいいたから、まあそれで晴れたんだけど、ツイッターとか調べたんだって、その駅と。その時間っていうので、検索して、そしたら、最低の男発見って、で、自分のことが。<laughs> <laughs> 最低だ。<laughs> ね、<laughs> それで、チャリンコに変えたの。<laughs> あの、<laughs> そういうわけじゃないんだけど。<laughs> そういうわけじゃないんだ。 まあ、大変だったらしいよ。それは大変だよね。持ち物検査とかされたら、うん、昔風俗が通ってた時の会員証とか出てきちゃった。<笑><笑>それはしょうがない。おいって言われた。おい <laughs> それはさ、ね、関係ないよね。<laughs> ラジオネーム、東京アマゾン。うん。いいね。東京アマゾン。うん。は、びっくりした係様。 大田さん、田中さんは、びっくりした係の皆様。<laughs> <laughs> びっくりした係なんかねえよ。リスナー歴2年の東京アマゾン、うん、と申します。うん、女の子ですよ。うん、夏になると、ジャマイカでの暑い夜を思い出します。また出てきたこの潮吹きし的な <laughs> <laughs> 匂い。当時大学で旅行という遊びが大好きだった私は、うん、誕生日にもらったニューヨーク 旅行。うん。誕生日にもらったニューヨーク旅行で。うん、せっかく12時間のフライトに耐えるのなら、近場で遊んでから帰ろうと。うん。ジャマイカを経由し、1週間ほど遊んで、んなのどういうことなの帰国することにしました、うんうう。誕生日旅行でニューヨーク旅行とか、誕生日プレゼントでニューヨーク旅行とか、すごいな。ジャマイカは、ジャマイカはニューヨークとは違って、<laughs> 女性一人で遊びに出かけるには多少危険もありましたが、うん、ニューヨークも危険だよね、うん、女性一人は。まあまあね。若かった私は、うん、私は大丈夫精神で、うん、初日から街をうろうろしていました。うん、ストリートチルトレンや怪しいものの物売りの方に会いながらも、うん、無事昼の観光を終え、夕方ホテルに戻って行くと、<laughs> 大きな鉄碧、鉄 鉄扉。鉄扉のついた倉庫の中から何やら楽しげな音楽と話し声が聞こえてきました。うん、好奇心丸出し。いや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 日本人女は欲望に耐えきれず、鉄の重い扉を3センチほど開き、中を覗きました。中では、 レゲエらしき音楽を聴き、マンゴーをかじりながら。マンゴーかじるんだ。ろくでなしよだな。マンゴーをかじりながら、仕事終わりのリラックスタイムを過ごす5、6人のジャマイカンが、中にはイケメンもおりました。うー、楽しそう、と思いながらも、日本人女はホテルへ戻ろうとしたその時です。一つ目のワウ。 びっくりが、うんうん、ガラガラッと鉄の扉を開けるおこ音と「ヘイヘイ! Hey! Hey」と怖い大きな声で私を呼び止めるジャマイカンの声がああ目がバツになってる絵文字がありまして「ヤバ、うん、い!うん」「覗きがバレた」うんうん「女の頭の中では、うん、襲われる妄想が」うん「ギャー やばいちょっと喜んで,そうで怖いわ思いながら振り返るとそこには太陽のような笑顔で手招きをする若いイケメンジャマイカンああ多少怖いなと思いながらも一期一会の楽しいワオ、うん、びっくりなひとときを過ごしました、うん、そしてその中のイケメンジャマイカン名前をプリンスと言います、うん と即座に恋に落ちましたはあすごいねプリンスとは数日ほどデートをしマンゴーの木に登って身を取ったりマンゴーだなもらったり実を取ってもらったりプリンスのお母さんのニワトリの足のどっさり入ったカレーを食べたりとうわっすごい随分近くなったもんだね楽しく過ごしましたそして 四日目のデートの帰り道四日だよったプリンスから「明日はさ宇宙に泊まりにおいでよ」というお誘い「キャー!」「いよいよ!」という感情が悟られないように表情を整え塩らしく OK をしホテルに戻りました戻ってすぐに しばらく放置していた腕や足の無駄毛処理に取り掛かりました。うんうん、私は体毛が薄い上に、日に焼けているので普段ふんわりとかぶさっている無駄毛は放置しているのですが、うんうん、プリンスからのジェントルマンなお誘いがあまりにも嬉しかった。すべ、うん、てをピカピカに処理しました。うんうん、待望の翌日、うん、彼の仕事が終わるまで、うん ボブマーリー博物館を観光して。さすがジャマイカ。<laughs> <う>例の鉄の扉の前で待ち合わせし、例と、そしてお泊りへと、うん、駒を進めました。うんうん、シンプルでしたが清涼感のある彼の部屋で、窓を開放し、月を眺めながらのとても素敵なペッティングでしたが。<laughs> 立派な彼のプリンスは、日本人プリンセスには巨大すぎた,た、うん。あらやった、ね。め、残念ながら完全燃焼はできず、うん、次の日のトライを約束しました。うん、ちょっとこう、うん、赤面した文字が。そして、二つ目のワオびっくりは、翌日起きました。うん。かゆっああ うわ <laughs> 体中が痒くて目が覚めました体中お<う>なんか自分の身に起きてるかよくわからずプリンスを起こすと「うどうしたのハニー?うん」的な寝ぼけ具合「<う>体が痒くて死にそう!」と訴えるとおもむろに起き、うん、丁寧にシャツにアイロンをかけ始め 仕事の支度、マイベースかよと突っ込みながら手足が痒い日本人女。腕や足を見ると一万円、一円玉程度の膨らみが約百箇所。何これ怖い怖い。何何ん何イライラしている私を見てプリンスは、落ち着いて。これはただの蚊だから。 時期に収まるよ、ハニー。的なイサメイこんなでっかい蚊いるかいは第一、今まで刺されなかったなんで今日、100箇所うん、うん、そうね。蚊じゃないでしょうん。田中さん、うん。なんだと思いますか家のダニじゃないのうん、違うんだ。違う。そうですうん やはり蚊でしたえ <laughs> <laughs> えー、ただし、<う>日本の蚊とは訳が違います。いや、まあまあね。一円玉の膨らみ百箇所の威力。うん。すごいね。それまで刺されなかったのは、うん、私の薄い体毛が手足を覆っていたからですそうなのそりたてのピカピカの肌は、<う>格好の標的になってしまったようです。いや、彼氏は刺されないのじゃん。よく思い出せば、ジャマイカの女性はとても毛深く、 うーん胸の谷間から毛が生えている方もいらっしゃいました。へえ<ー>。蚊との因果は定かではありませんが、うん、カーリーなヘアが体毛は日本人のストレートな毛よりも、うん、顔を寄せ付けたないような印象がありますね。まあまあまあね。かゆさは 帰国を2週間ほど続き空港でも念のため申告を行いました、うん、泣きながらボリボリと手足をかく日本人女を慰めてくれたプリンスの優しさは数年たった今でも心に残っています、うん、時折いまだに彼を恋しく思う日本人女ですなるほどねすごいな確かに外国で蚊とかね刺されると危ないね日本とはまた違うから、ね、それ以上に危ないですよ、うん まあね外国でそういう、まあ。外国でその鉄の扉開けるのはもうやめた方がいい。<laughs> えー、やめた方がいい。ええー、やはり、い。